薄暗い雲から海上に伸びた竜巻のような渦。こちらは午前8時過ぎ、由利本荘市松ヶ崎付近で視聴者が撮影したものです。撮影した男性によりますと、竜巻のような渦は海上で少しずつ発生していたということです。被害情報は入っていませんが、秋田地方気象台は当時由利本荘市の上空には雨雲があり、大気の状態が不安定だったと話しています。